どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。まずね、本題に入る前に、ずっとね、外で今工事してまして、トンカチで叩いてるような音がずっとしてるんで、もしかしたらね、拾ってしまうかもしれませんので、この点をね、ご了承ください。まずね、こちらですね、アメリカンエクスプレスの、ライズウィズショップモール2023ということで、こちら毎年行われているですね、20% キャッシュバックキャンペーン。こちらね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードでね、行われているキャンペーンなんですけども、ここ最近ね、ずっとやっている、まあ2021年は確か中止になっちゃったのかな。コロナでね、中止になった年とかもあったんですけども、2023年行われるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ利用していただければなと思います。まずね、こちらの詳細いきたいと思うんですけども、期間は2023年の7月の6日から2023年9月の13日までエントリー必須っていった形になります。こちら特典がね、最大 20% キャッシュバック、上限が2000円っていった形になります。上限2000円のね、20% っていう風になりますんで、対象支払い金額は1万円を利用していただくと、2000円ね、返ってくるキャンペーンっていう風になります。こちらね、エントリー必須になっておりまして、先着50万名までっていう風になっておりますんで、この点はね、注意してください。で、キャッシュバック付与がキャンペーン終了後90日以内、っていう風になりますんで、9月の13日にね、こちら終わりますんで、年末ぐらいになるのかな。まあ、ちょっとね、こちら例年ね、かなり早くね、キャッシュバック受けられるイメージなんですけども、一応ね、公式サイトにはこういった記載があります。で、今回のね、このアメックスのキャッシュバックキャンペーンですね、対象カードね、決められておりまして、発行元は、まずアメックスが発行しているクレジットカードですね。ですので、こちらだとアメックスのプロパーとか、マリオットアメックスカードとか、ヒルトアメックス、あと ANA アメックスとかね、デルタスカイマイ、ここら辺がね、対象っていった形になります。あとね、クレディセゾンということで、セゾンパールとかね、セゾンゴールドとかセゾンアメックスプラチナプラチナビジネスとかね、ここら辺も対象になります。あとね、三菱 UFJ ニコズの、アメリカエクスプレスのクレジットカード、またね、 MI カードのアメックスのね、クレジットカードもこちらね、利用することができるっていった形になります。こちらね、アメックスのキャンペーンっていう風になりますんで、国際ブランドがアメックスだからといって、このキャンペーンね、利用することができるわけではございませんので、一応ね、現時点の情報ではですね、発行元ね、ここら辺のみがね、記載がされておりますので、もしね、明日、キャンペーンのね、ページ自体はまだね、詳細が見れるようになっておりませんので、細かい部分ね。ですので、もしね、明日公開されたらね、もうちょっと追加カード増えるかもしれないんですけども、まあ、現時点ではね、こういった形になっておりますんで、まあ、エントリーフォームでね、クレジットカード登録する必要がございますので、まあ、ここで多分跳ねられるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、こちらはね、覚えておいてください。で、次にね、こちらのキャンペーンの注意事項なんですけども、複数枚カード持っている方は、こちらね、カードごとにエントリーが必要になりますんで、この点は注意してください。またね、このキャンペーンは対象加盟店っていうのが、リストでね、構築制度まだ公開されてないんですけども、こちらにね、載っている期間が、利用することができるっていう風になっておりまして、そのお店でね、クレジットカード決済した場合が、こちら対象っていう風になりますんで、第三者機関でね、経由で決済した場合はね、こちら対象外になりますんで、この点はね、注意してください。またね、アメックスのクレジットカードって、まあ基本的にクイックペイにね、携帯とかに登録するとね、なると思うんですけれども、こちらね、クイックペイとかね、利用した場合は、こちら対象外になりますんで、ここはね、一番注意してください。物理カードね、持ち歩いて、対象店で決済していただく必要がございますのでね、この点はね、忘れないように、していただければなと思います。で、一番ね、注意していただきたいのは、こちらのキャンペーンですね、非常に対象店舗がね、多いんですよね。ですので、まあ、リストがですね、県別に見れるようにね、例年にはなっているわけなんですけども、明日ね、このリストが多分発表されると思うんですよね。で、お店を発表があってリストで確認してね、お店行きますよね。ここ利用したいなみたいな感じで。で、こちらですね、リストがあってもですね、こちら例年あった話なんですけども、行ったらね、アメックス使えないっていうこともたまにあるんですよね。で、またね、対象リストに載って、こちらを見て、まあ明日、今週末とかね、行こうかなみたいな感じで、行ったらですね、当日、そのリストにね、もう消えてるとかね。まあ、こういったトラブルがですね、今までこのショップモールキャンペーンっていうのは、まあ、もうないと思うんですけども、前はね、結構あったりしたんですよね。ですので、対策としてはですね、まずね、お店に入る前にアメックスが使えるのかどうなのかを、まずね、確認してください。で、次にですね、リストね、見ていきますよね。
お店行く当日もですね、こちらね、確実にもう一回チェックしていただいて、そしてね、スクショもね、撮っておきた方がね、まあいいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあこちらね、実際に利用して、結局ね、使えなかったみたいなのをアメックスに報告する人がやっぱりいますよね。そうすると多分ね、こちらリスト修正してるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、後日ね、チェックしたらリストから消えてたみたいな。まあ、そんなこともね、昔ありましたので、まあ、この点はね、本当に注意しながらですね、利用ね、していただければなと思います。もちろん、アメックスが使えなかったらキャッシュバック受けられないですし、多分リスクからね、消えてたら利用することができなくなると思いますんでね、この点はね、本当に注意して利用ね、していただければなと思います。まあこちらはですね、私はね、ローカルスーパーみたいなところが毎年ね、こちら対象になっておりますんで、まあ、毎回ね、お得に利用させていただいているわけなんですけども、やはりね、20% で、まあ1万円使えばね、2000円返ってくるっていう風になりますんで、かなりお得ですよね。ですけども、ぜひね、注意してこちらね、利用していただければなと思います。それでは次に Amazon ですね。私ね、嬉しいことに、こちらね、私は発行させていただくんですけども、Amazon カード、私ね、ずーっとね、1万ポイント超えることがなかったんですよね。今ね、プライムデーが7月の11、12ぐらいね、ありますよね、Amazon のセールが。まあ多分これに合わせてね、ポイントが上がっているっていう風になりますんで、もしね、Amazon のクレジットカードずっと欲しかったっていう方はですね、概要欄にね、今ね、Amazon Music とか Amazon Kindle とかね、これのキャンペーンも一緒に URL 載せておきますんで、ぜひね、今無料で何日間みたいなのも利用することができますんで、ぜひね、チェックしてください。こちらね、私後でね、発行させていただこうと思ってるんですけども、まあ私はね、発行するのと、利用でね、1万500円分のね、Amazon ポイントもらえるっていう風になりますんで、これはね、ちょっとやっと待っておりましたので、発行ね、していきたいな、なんていう風に思います。気になる方はぜひね、概要欄に載せておきますんで、チェックしてください。それでは次にですね、ANA-JCB カードですね。私もね、スーパーフライヤーズをつけております。今ね、ANA-JCB 一般カードなんですけども、まぁ、ちょっと私もね、ゴールドカードにちょっと、変えようかななんていうふうに思ってるんですけども、今ね、ANA の JCB カードって、券面がね、番号表示されているんですよね。で、先日ね、ANA のプレスリリースで、ANA と JCB ですね、本邦航空会社初、バイオマス機材を使用した ANA-JCB カードをね、発行開始へということで、こちらね、プレスリリースの画像がね、こういった形になってるんですよね。で、こちらね、見ていただければわかる通りですね、カード番号がないですよね。ですので、ANA の JCB カードはですね、今後ね、このバイオマス機材を利用したカードに切り替わって、またね、カード番号は裏面にね、移るっていう風になるんですよね。非常にスッキリしててね、かっこいいですよね。ですので、今後はですね、こういった感じでね、変わっていくっていう風になりますんで、まあおそらくね、これからカードね、切り替えとかね、した方や、新しく発行する方はね、こちらで発行されると思いますので、こちらをね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。こちらね、対象カード、ANA の JCB カードね、すべて対象になっているみたいなので、まあ、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。非常にスッキリしててね、いいですよね。それでは次にですね、マリオットボンボイポイントですね。マリオットボンボイポイントが、ポイント交換先のね、マイレージサービスに、エアチャイナフェニックスマイルズと、中国南方航空の、チャイナサザンスカイパールクラブっていうのはですね、マイレージサービス交換先として復帰しております。こちらね、一応ね、消えてしまったわけなんですけども、またね、再開いたしましたので、まあ、利用する機会ね、そんなにないのかもしれないですけども、ポイントの交換先、マイルの交換先としてね、利用することができるようになっておりますので、こちらもね、マリオットアメックスとかね、持っている方はぜひね、覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、ポンタポイントを JAL マイルに交換すると 20% 増量キャンペーンがね、開始になっております。こちら期間がですね、7月の3日から7月の31日までっていう風になっておりまして、本来ね、ポンタポイントから JAL マイルっていうのは、ポンタポイントをJAL マイルに交換すると 50% の交換率っていう風になりますんで、100ポイント交換すると50マイルになるんですよね。ですけども、今回ね、20% 増量ということで、100ポイント交換すると60マイルにね、交換することができるっていう風になりますんで、こちらもね、公式サイト概要欄に載せておきますんで、ぜひね、ポンタポイントで JAL マイルね、貯められてた方は、この機会にね、一気に交換ね、しといていただければなと思います。こちらね、以前の動画で、
ポイント交換の、ね、仕方とかもね、解説させていただきましたので、今回の動画では、割愛させていただきますけれども、このキャンペーンね、特にエントリーも必要なく、ただ単にポンタポイントを JAL マイルに交換するだけでね、適用になるね、非常に簡単なキャンペーンになっておりますので、ぜひね、こちら待ってた方、利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、スターフライヤーですね。2023年7月4日から Airbus320NEO がですね、導入されております。こちら7月4日から導入されておりまして、対象路線は北九州から羽田、福岡羽田、関空羽田路線っていう風になっております。こちらですね、シートとかもね、新しくなっているわけなんですけども、目玉としてはですね、このスターフライヤーの便っていうのは Wi-Fi が使えなかったんですよね。ですので、Airbus320NEO になってですね、無料の Wi-Fi サービスもですね、提供開始になりますということで、こちらね、待ってた方かなりいらっしゃるのではないのかななんていうふうに思いますので、これはね、嬉しいですよね。シートとかもね、まあこういった感じで、かなりね、新しくなっていて、USB ポートとかね、またね、AC 電源とかもね、利用することができるようになったということで、非常に楽しみですよね。で、こちらがですね、7月4日から就航ね、開始しているわけなんですけども、今週の特旅マイルキャンペーン、LINE 公式アカウントでね、ワンクリックで対象路線見れるようにね、させていただいてるわけなんですけども、このね、新しい新機材がですね、今週の特旅マイルでですね、対象になってるんですよね。羽田関空3000マイル、羽田福岡4500マイルで、こちらね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、Airbus320NEO ですね、利用されたい。まあ、またね、Wi-Fi とかね、スターフライヤーの便でね、利用されてみたいっていう方はですね、この機会ね、お得に利用していただくのもね、かなりいいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。私のね、LINE 公式アカウントでね、この特旅マイルとかね、こういう細かい話ね、結構配信とかね、させていただいておりますので、気になる方はですね、ぜひね、登録ね、してみていただければなと思います。ということで今回ですね、ちょっと細かい話ということで動画ね、やらせていただいたわけなんですけども、アメックスのキャッシュバックキャンペーンね、いや、こちらね、非常に嬉しいですね。やはりね、1万円使ったら2000円返ってくるっていう風になりますんでね。またね、こちらは中小企業をね、応援するキャンペーンなんで、大手のね、チェーン店とか対象にはならないんですけども、利用できるところはね、結構ありますので、ぜひね、お得に皆さんね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、フォロー、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。